もともとこれは医療の世界で生まれた考え方というふうになっておりまして、いわゆる経験と勘とロジカルシンキングで全てを決めようという、まあ、その従来の医療の考え方に加えて、ちゃんとデータを取ると、そしてそれを適切に分析した結果に基づいて意思決定をするということが、より正しい判断につながりますよというような考え方になっています。でこれはもともとですね、1991年に初めてその公的な文献の中でエビデンスに基づく医療、根拠に基づく医療という考え方が生まれたんですけれども、その背景にあった大きな転換点として1989年にですね、キャストスタディという言われる研究があるんですけれども、それは、急性心筋梗塞の方がですね、そのまま一命を取り留めた後に結構不整脈で亡くなっているということが経験上知られてまして、じゃあ不整脈を止める薬を使えばいいじゃないかというのが、医療のおけるですね、一般的な治療の選択肢でした。しかしその89年に発表された論文の中で、じゃあ実際にこの不整脈の薬ってどれぐらい効果があるのかなということをちゃんと正確に検証しようとした方がいらっしゃったんですね。それが1400人の研究参加者を700人ずつランダムに半々に分けると。でランダムに分けているということは、おそらくこちらの方が男性が多いとかですね、こちらの方が高齢者が多いとか重症の方が多いっていうことはなくて、概ね均等なグループになるというふうに考えることができます。でこのランダムに分けた状態で片方のグループには、当時一般的に使われていた不整脈の薬を使いましょうと。でもう一方の方には本来何の効果もないはずのダミーの薬を使いましょうと。その結果どれぐらいの差がつきますかっていうことが、おそらく正確な因果関係 の実証になりますよねというふうな考え方です。でその結果実際効くであろうと言われていた不整脈の薬を使った方々の方が死亡率がだいたい 3% から 5% ぐらい高くなってしまったというような結果が出ています。なのでそうするとですね、いくらロジカルに正しかろうが、経験上正しいというふうに言っている人がいらっしゃろうが、実際にちゃんとデータを取ると、こちらの方が多分死亡率上げちゃってるよねと、自分たちは使われたくないよねと、そういったちゃんときちんとデータを取り、そして分析をするということによって正しい判断ができると、それが医療におけるエビデンスに基づくという考え方になっています。医療の分野で生まれたエビデンスに基づくという考え方なんですけれども、医療の世界では1990年代から急速に普及しまして、それがすごくいろんな分野に飛び火しています。例えばすごく代表的な例を挙げますと、実は教育の分野というものが挙げられると思います。2002年にですね、ブッシュ政権の下で落ちこぼれゼロ法案というふうに訳される、教育の格差をどんどんちっちゃくしていきましょうよと、子どもたちのリテラシーを上げていきましょうよと、そういったその教育の改革を進めるための法律なんですが、その中には実はエビデンスに基づくという言葉が、100回ぐらい登場しているというふうな話なんですね。でつまりちゃんとデータを取って、なんとなく経験とか勘ではなく、ちゃんと教育の効果が上がるよねというふうに実証されたプログラムに対して集中的に推進していきましょうというのがその法律の意図になっています。でそれ以外ですと、例えばいわゆるアフリカの貧困をなくしましょうというような開発経済の世界でもですね、こういった援助をすればこの地域の経済状態とかそういったものが良くなるんじゃないかなっていうことでやるのではなく、ちゃんとデータを取って、そしてその適切に分析することで、実はその良かれと思ってやったことが悪影響ということも実は知られてくるようになりまして、そういった対策をちゃんと考えていこうよというふうな考え方が生まれていたりします。あとは身近なところですと、防犯とか刑事司法という分野で、なんとなくそれもこう刑事の勘でこの辺りを集中的に警備すればいいんじゃないかなということではなくて、どのような地域で、どういったその犯罪が起きているんだろうというちゃんとデータを取り、そしてそれをその集中的にその地域の、防犯を進めることで、本当にそれは実際効果があったのかどうかということもちゃんと検証しようとか、そういったことをこう通してですね、こう治安を良くしていこうというような、そういった取り組みも世界中で行われています。日常会話でこうエビデンスを残してくださいみたいな、そういう話ってどちらかというと何か書面とか覚書とかそういった意味で使われるんですけれども、実は専門家が使うエビデンスというのはこれとは全く違う意味になってきます。でじゃあそれは何かという話なんですが、実は一言で言うことはちょっと難しいんですけれども、それはなぜかというと、実はエビデンスって大きく分けて4段階か5段階ぐらいに分かれるよねというふうなものになってます。で例えば一つは権威の意見というのも、エビデンスではある。
けれども、それはちょっとそこまで信頼しちゃダメなんじゃないかというのが考え方としてあります。まあ、おそらく、まあ、行政の中でもですね、有識者会議を開いて、そして専門家の人に来ていただいて、私の経験ではこうだっていう意見を求めたりとかっていうことは、まあ、しばしばあると思うんですが、実はこれはエビデンスとしては一番弱いエビデンスなんですね。でそれ以外にも例えば、まあ、あの動物実験の結果であったりとか、何か学術的な理論であったりとかというのも実は弱いエビデンスというふうになります。でそれよりも少し強いエビデンスはとにかく事例で語れという考え方になります。一人でもいいから、一例でもいいから、本当にそういったことってあったのというふうにそのケースを探して、それをちゃんと事実として提示する方がより強いエビデンスというふうに考えることができます。ただ事例っていう話だと、まあ、こうあのもしかしたらそれが特殊な例かもしれないということを考えた場合、当然一つの事例、一人の人の証言ではなくて、それを何十人とか何百例とか、そういったふうに集積していった方がより強いエビデンスというふうになります。これがいわゆるデータを集めて分析しようというふうな考え方になってまして、そうすると一例だけだったら特殊かもしれないけれども、何十例何百例集めて、その結果こういう傾向が出てきましたよという話であれば、まあ、それはより強いエビデンスですよというふうに考えられます。まあ、これがあのエビデンスの中でデータを重視しようという考え方の背景にあるものですね。ただこれで終わりではなくて、意外とこう観察研究というふうな表現をしたりするんですが、今既存のデータを調査して集めてきたというだけでは、意外とその因果関係を実証するのってちょっと難しいんですね。でなので例えばそのいわゆる この学校に入ったかどうかで、例えばその後の進路が、まあ、こっちの方が例えば所得が高くなりましたよというふうに言ったとしても、それは学校の違いなのか、それとも学校に入ってくる子どもたちの層が違うのか、もともとその将来出世しそうな子が入ってきているというだけで、実は学校は何もしてなくても卒業生がすごいこうキャリアを歩めるかもしれません。なのでそういったことをちゃんと実証しようとした場合、次のランダム化比較実験というものがより強いエビデンスになります。これはあの先ほど申し上げたあのこう不整脈の薬の効果を実証するときと同じロジックなんですが、まあ、例えば子どもが教育受けた教育によってどれぐらいその後の人生が変わるかっていう因果関係を調べたいと思った場合、とにかくランダムに子どもをこっちの教育に参加する人、こっちの教育に参加する人というふうに分けて実証すると、そうするとランダムに十分な数を分けるということは、こっちの方に男の子が多いとか、こっちになんか優秀な子が多いとかっていうことにならず、ほぼ均等なグループになります。その状況で唯一違 こう教育プログラム その受けた内容によってどれぐらいの差が生じるんだろうというふうなことを考えた場合、この教育プログラムが原因で、そしてその後のこう実際のこうキャリアというのが結果という、この因果関係を実証するっていうことがより正確にできます。これがかなりそのエビデンスとしては強いものなんですが、さらに強いエビデンスというのが、こうしたランダム化比較実験の結果であったりとか、あるいはその観察研究、あのそういったこうデータを集めて分析しましたというもの、そういったものを過去にいろんな世界中で行われてきた研究っていうのを集積していって、そしてその分析結果に対する分析という意味でメタアナリシスという言葉が使われるんですが、そうしたメタアナリシスをやった結果というのが、まあ、基本的には最も強いエビデンスというふうに考えられています。そうしたメタアナリシスの結果、まあ、こういうふうな結果が出てきたよということであれば、それはまあおおむねその科学者のコミュニティの中で、まあ、こういうふうに考えた方がいいんだろうなというような合意がおおむね形成されたよというような状態になります。私がお話しした限りで言うと、こう行政の皆さんがどちらかというとこれから EBPM ということで、何か新しくビッグデータをこうたくさん集めなければいけないんじゃないかなというふうにちょっとまあ危惧しているような、そういったあの方がいらっしゃったんですけれども、まあ、せっかく公的統計という、まあ、これだけたくさんデータが集積されていて、まあ、それを実際に使うこともできますので、先ほど言った観察研究、つまり調査したデータを分析しようと、そこから何かを見つけていこうといったことは、そういった二次利用という形でやった方がおそらく効率的ではないかなと思います。せっかく素晴らしいデータをたくさんあの取っていますので、まずそこの活用から始めていった方がいいんじゃないかなと。そしてそこからこういった政策が必要なんじゃないかなというようなアイデアが得られたら、まあ、可能な限り早くですね、実証研究をこう考えていくのがいいんじゃないかなと思います。で可能な限りできればランダム化比較実験をした方が正確な因果関係というのがまあ取れますけれども、まあ、ちょっとそれが難しいという状況であれば、自然実験というやり方で代替することもできるんですね。自然実験と
というのは、まあ、あのこう行政区の境目でですね、自分たちの自治体の中で新しい政策をすると、そして基本的にまあほとんどそんなに変わりがないであろうその行政区の外側ですね、隣の自治体ではまだ新しい取り組みがやられていないと、その間どういった違いが出てくるんだろうというような検証を見ていくだけでもですね、それもちゃんとデータを取っていくと、そういったことでですね、この政策効果がこう見込めるかどうかということが検証することができると思います。まあ、そしてまあそのランダム化比較実験よりも強いというエビデンス、まあ、メタアナリシスというのを自分たちでやるのはちょっと大変なんですけれども、あの例えばあの Google スカラーというまあサイトがございまして、まあ、この中ではこうあの文献というのを、科学的な文献というのを、まあ、分野を問わずにですね、まあ、あの重要そうなものを検索すればすぐに見つけるというようなサイトがあります。そこでメタアナリシスという言葉、そして自分たちの興味のある政策課題というのを入れていただくと、一体どういった研究が過去にやられているのかということを、まあ、誰でもあの探すことができるわけなんですね。そして、まあ、この後、まあ、大体多くの文献は英語で書かれていますけれども、あの英語が苦手な方であったとしても、最近は自動翻訳というのが、まあ、どんどん精度が上がっていますので、ぜひそこで出てきた検索結果の文章を恐れることなくですね、あのそういった自動翻訳にかけて日本語でこう見てみたときに、あ、こういうふうな政策が効果があるんだなとか、あとはその特にこういった集団に対して効果が強く出るんだなといったことをこう踏まえるとですね、おそらく自分たちのこう経験と勘と、あとはまあ有識者の意見とかっていうことだけで決めるよりも、よりこう筋の良い政策というのを見つけることができると思います。まあ、こうしたあのせっかく世界中の研究者がですね、たくさんのエビデンスを積み重ねてくれておりますので、そういったものをぜひ活用して、あの社会をどんどん良くしていただければなと思います。